はいどうも、赤トゲメットです。オプーナ初見実況プレイ第43回始めていきたいと思います。半年ぶりです。半年以上ぶりです。お久しぶりです。遅れて申し訳ないです。オプーナ42回では、まずメンデルとモスルタスに会ったんですよね、パラディソで。で、カクカクシカジカで、精霊の湖に行ってくれると、ちょっと元気ないですね今回。いつもなんですけど、メンデルさんとモスルタスさんは、音楽家の二人ですね。で、先にパラディソから、精霊の湖に行って、まあ、なんやかんやしてくれると。それがメインのストーリーだったと思います。で、そこから一歩引いてサブクエスト的な何がしを今しているところです。まず時尾根に来たんですよね。まずこの人に話しかけたら、ケルビンさんが警備をしているんだけど、一人のスリがなかなか捕まらないということで協力することになりましたということで、ちょっと毎回画面酔いするんで、今回酔い止め薬を飲んだんですけど、それでも長時間やったら酔うんで、あと今回動画撮る前ちょっと録画テストしたんですけど、録画に失敗してるんで、録画失敗したら嫌だなってことで、あんまり長時間やらないようにします。で、ケルビンさんは303号室で、ケルビンさんの話を聞くことには、スリが時尾根の中にいるということで、アイテムでどれだ、これです。電子手錠を渡されています。時尾根の中にいるスリを探せ、カモフラージュしているらしいっていう感じ。詳しくは前回の動画の最後の方を見ていただければと思いますが、で、もう一つ、この人ですね、302号室のレジーナさん。で、レストランテレジーナトキオネですね、の予約をしてもらったということで、そっちにも行こうかなと思っております。それが前回までの、違う、前回だけですね。の内容です。エレベーター、よしで、いろいろ動画撮る前に下調べしたんで、3時間ほどちょっと中身がねスカスカになっちゃうとね、なんか解消ないなっつうことで、次何をすれば先へ進むのかっていうのをあらかじめ下調べはしておいたんですけど、もちろんネットでネタバレをしている、ネタバレを見ているわけじゃないんですけど、自分でゲームをして確認しているんですけど、スリを探すっていうのはもちろんしてません。なのですごい時間がかかると思います。スリか。スリか。で、その他にもいろいろ調べていたんですけど、まあ、ライフボーン、アルティエラ、インテリジェントシー、その他、いろんな場所でいろんな会話が増えていて、さすがに短時間じゃ無理かなっていうレベルの、ね、追加要素だったんで、まあ、今回、
はそこまで至んないと思います。とりあえず1、2、上書きと、前回の記録がここなので、7番に記録です。で、今回すること2つ。大きく2つ。まず、レストランに行きます。その次に、スリを探します。こっちは時間がどれぐらいかかるかわかんないんで、それ次第で。で、ここ行けるようになったんですよね。レスキューのライセンスをいつの間にか取っていたので、これですね。条件は確か、ランドロールガードの4スターを獲得すれば、普通に行けたはずです。ここ前回行こうとして行かなかったんですよね。完全に忘れてた。時をね、グレートトラックの外周を通りまして、外周を通ってないな。柱の周りを通りまして、ここがレストランテレジーナだったんですね。ちょっと下見しちゃったんですけど、ここだったんだなと。レスキューの方とお見受けしますが、何かあったのでしょうか。定期点検ですか。ただいま、ただ営業中なので、お客さんにはご迷惑をおかけしないようよろしくお願いしますと。ここまで見てすぐ引き返したんですよね。下見の段階で。なんで、中身は全く見てないです。いや、レスキューのライセンスを取ったらレストランに行けるなんて考えつくわけないですよね。どういうつながりっすか?君たちは本当にアルティエラのミュージアムに行ったことがあるのかね?私から言わせていただければ、回転主義のフライングストロークスに勝るものはないな。アイスクリームを永遠には作者の意図が不在なの。やはり私はキャルバルの木々の歌のような作者の顔が見える作品の方がいいわ。難しい話してるな。レゾネか。キャルバル。アイスクリームよ永遠に。はあ、作者不詳ですか。木々の歌。ああ、確かに、キャルバルは素材不定。ほう。作者の顔が見えるっていう点ではそうかも。何言ってんのよ、あんた。アイスクリームを永遠にから職人の魂を感じないの?もっと評価されるべきよ。アルティエラはもちろん行ったことあるさ。だがあそこはいかんせん世界を代表するミュージアムにして作品の数が少ないな。確かに。言われてみれば。言われてなくても少ないんだよな。Wii の限界か。お金はまだまだたっぷりあるんだから、全部俺のおごりだから。え?え?ちらつかせない。ちょ、待って、びっくり。そんな、いきなりさ、一般庶民じゃないか。一般人に、手錠ちらつかせちゃダメだよ、おプーナくん。男はじっと女性の目を見ているようだ。こういうやつに電子手錠をちらつかせなさい。そんな目でじっと見ないで、私。はて。はて。ティティア星人の子がすっごい当たる占いをしているそうだぞ。金を占ってもらったんだけど、時を根の地下でダイヤモンドが見つかるでしょう。時を根の地下、保管庫。はあ。もうちょっと探索したい。秘密機、ハイテク紙飛行機。ハイテク紙飛行機、秘密機は、どれだ。施
久しぶりにやってるから全然わかんない。これか。これだ。消費アイテムか。微妙いな。こういう凝った作りを終盤で見られるんだな。しかし、なぜこれに乗ってくるんだろうな。ちょっと、電子手錠をちらつかせる前に、いろいろ見ていきたい。ここは？キッチン？うな、みね、みね、みね、そろうね。そういう覚え方？昔やったな。アルバイト。犬のような猫。なんだっけ？イートエブリデイのバイトか。イートエブリデイ。懐かしいな。ねえ、犬のような猫。これか？合ってるな。ニトロシェルウェイトアップオーバーリミット。ここは何もないか。秘密キーが一個あるだけ。取ってつまみ食いはできないと。で、前回予約してもらったはずなので、予約してもらったよね。予約は、どこで食えるの？ 3 階？ 1階か。予約しましたよね。ショップ時尾根。あ、ここに繋がってるんだ。え、ここ、行けなかったんだ。新製品、あざす。それは見てない。この人。フライングス、プロミネンスコートとかあるんだが、たっか、買えない。ファイナル系も余裕でありますね。ちょっと酔い止めちゃんと飲んでるんで自分は大丈夫なんですけど、このゲームで酔う人は注意してくださいね。小豚クッキー見落としてた。小豚クッキーシャインナップ。いる？いる？いるかな？特になし。でいいかな。じゃあ。じゃあ、あ、ここ、ふにふにだ。ふにふに。いや。2階。最初来た時エレベーター使えなかったのかな。封鎖されてるはずだもんね。あれか、コンシェルさんがいたところなのかな。あ、ここから来れば予約して席に案内されるのか。ルーレットピザを食べられるそうです。縫って座ったな。むしゃ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 、早いな。熱々の生地にとろーりと溶けたチーズがたまらない。終わり？終わり？ルーレットピザの紅葉ってなんだっけな。確かなんかの基礎能力上がった気がするけど、比較対象がないからいいか。わかった、ここで追い返されてたんだ。予約がない方は来ないでくださいっていう風に追い返されてたんだ。そうだそうだ。だからここ来ても入れなかったんだ。そういうことだ。
で、それじゃあ、一回ふにふに側から出て、もう一回入りましょうか。レストラン。で、電子手錠をちらつかせましょうか。何もんだよ、ほんと。意外と近い。意外と隣で近いんですね。なんでこんな動線を複雑にしたんだろうか。本当に。これだから時をねは迷うんだよ。はい。レストランテレジーナ時をねで、飯を食った後に、スリーの犯人を捕まえようっていうあれですね。この角度。電子手錠をちらつかせますか？はい。顔。このちらって見える顔。本当にちらつかせてるけど。ここサムネ。それは電子手錠。表情を一切変えないポーカーフェイスがやべえ。まあ、待ってくれ。俺は彼女と午後のひとときを味わいたいんだ。バルト星人になりすましてからモテモテで優雅な気分に浸っていたのに。こいつ黒だろ。家を押すどうなるんだ。優しい坊ちゃんだな。ありがとうよ。へっへっへっへ。はい。俺、変装解けちまったらまたモテなくなっちま。ガッチャリ。顔。ひー。オブーナは時尾根の警備員たちが捕まえられなかったスリをバッチリ捕まえた。シュール。絵柄がシュール。そしてその日のうちにケルビン隊長に呼ばれ。チャッピーで草。オブーナまさか君がスリを捕まえられるとは。私は君に随分と失礼な発言をしていたな。約束通り何かお礼をしなくては。うむ。警備員たちに役立つ道具をと、保管庫にいくつか高価な道具を保管していたのだが、それらの道具はスリを捕まえたオプーナが持つべきものだな。保管庫の鍵を渡そう。君なら保管庫の道具を使いこなしてくれるだろう。保管庫の鍵を手に入れた。では君のさらなる活躍を期待しているよ。ブーナとポリーナがいない。で、ぬぬ。はい、あざっす。友達になるわけではないと。了解した。無能警備員よ。食事してきたかい？美味しいものを食べたくなったら明日またおいで。2000マテリアル取るんですよね。結構なお値段。どこだ？ここだ。じゃあ、保管庫の鍵ですか。保管庫行きますか。上参りまーす。いきなりこのホテルまで飛ばされたからびっくりしたわ。ほう、スリを捕まえましたが、それは嬉しいですと。 G はケルビンの友達なのですじゃ。このところ横島な考えを持った連中が多く困っておりますじゃ。G の若かりし頃は皆いい人ばっかりだったのに、もしや、聖者の影響力が急激に衰えている？いやいや、考えです。考えすぎですじゃな。語尾が、独特。喉の調子が良くない。お !208 号室の電子ロックを解除しました。208、208。
入ったことあったっけ？わかんねえ。わかんねえ。前回の動画ちゃんと見てないからな。秘密キーを探しています。秘密キーマジでね。前回の動画完全に目不思議だったからな。今日つけたいとこだけど無理っすね。絶対見落とします。見落とさない自信がないです。あー来てますね。ここ一回寝るか。日付を変えましょう。一言ボックス、アイテム、一言ボックス、10枚のメダルがポケットの中、1枚を慌てて飲み込んでしまい、残りは9枚になりました。意味深。意味深長。来てたんだな。よし、じゃあ北観光に改めて行きましょう。頑固の場所は、ちゃんとは覚えてないけど、なんとなーく赤いドアのところにあったなっていう感じです。で、今回の動画、もうすぐ終わるんですけど、ちゃんと撮れてるかもわからないんで、こんぐらいでサクッと終わらせたいんですけど、まあ、近いうちに、この先のライフボーンとかアルテーラに行ったりとかはしたい。どこだっけ？ここはここで、また違う。こっちはなんだ？どこに繋がってる？グレートトラックを、柱の周りを回りまして、着いた先はライセンス管理センター。なるほど、ショートカットだ。このショートカットはありがたいのか迷惑なのか。おひさー、なんもないよね、ライセンス。ゴルディの経歴消去しちまった？人物データをチェックしようとしたら過去の経歴がない人物がいる。鳥肌立った。おい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 。これは、やってるな。やってるな。完全にやってるぞ、これ。組織ぐるみじゃないか。こっち行ける？ここはどこに繋がってる？完全にゴルディも黒側じゃん。上行ってる。トキオネトラベル。あー、楽。ここも、行くもんね。レスキューの活動していると睡眠時間が削られちまうな。レスキューになったことないからインテリジェント、レスキューになったことないならインテリジェントしていきな。そっか、インテリジェント C でレスキューのやつをついでに取るんだもんね。シャチルカ海岸なんかがおすすめです。シャチルカ海岸も、ちょっと下見したんすけど、これは完全にネタバレになっちゃうなっていう感じだったんで、あんまり言わないですけど、すごかったです、シャチルカ海岸。ちゃんとは見てないですけどね。
おー、ベッドもあるんだ。シャチルカ海岸が次のキー鍵なんすねっていうくらいに、くらいの感じで言ってきます。シャチルカ海岸に行きます、いつかね。地下2階から行くんじゃなかったかなという、そんなおぼろげな記憶。ここか、グレートトラック。あ、テレビやってるかな。野良猫の夢しか見てなかったか、前回。あ、やってる。聖者の白い猫。聖者の白い猫、第5話。僕は帰ってきたご主人様が気持ちよく眠れるように、ベッドを温めてあげることにした。ご主人様のベッドの上で僕は丸くなった。ご主人様のいい匂いがして、僕はいつの間にか寝てしまった。そして夢の中でたくさんのお魚さんと気持ちよく泳いだにゃ。バシャバシャ、バシャバシャ。なんだか本当に冷たいにゃ。続く。野球中継。スポーツニュース、野球。スポーツニュースの時間です。この番組はキャスターの私、バットンと解説のボール袖でお送りします。なんと今日はビッグニュースが飛び込んできました。なんと、ゴジロー選手が引退かという噂です。このゲーム2007年11月発売だもんね。でも、ただの噂で本人はノーコメントだったじゃないですか。ノーコメントだから怪しいんですよ。なるほど。おっと、速報です。ゴジロー選手が引退はしないと正式にコメントを出しました。いやーよかった。ビッグニュースですね。ビッグニュースです。ビッグニュースです。本日もニュースをお届けできてよかったです。それでは皆さん、さようなら。イチロー選手マジで引退しちゃったもんね。うん。2年前。意外と、最近っていうわけでもない。スターハウス側、そんな方面だったっけ。ここか、ここじゃね。わさっぷ系。なんもね、秘密キーはない。保管庫、北、ここだ。殺風景すぎん。秘密キー、犬のような猫。これはあれなのか、謎の空白期間後じゃないと取れないのか。なんだこの殺風景な中のこの怖い。怖い、なんか怖い。トレジャーシールを開けた。お金。お金。ファイナル社員。ハートクッキー。ダイヤモンド。ダイヤモンドだね。将棋、火。あのさ、窃盗ですよ、窃盗。なんでこんなとこに将棋を隠してるんですか。窃盗罪。芸術品を窃盗してどうすんですか。窃盗。マジ。タスマリンリング。タリスマンリングですね。はい。リングはこっちじゃない、こっち。タリスマンリング。壊れはしないか。
壊れはしない。タリスマンリング。敵からのフォースに強くなる。なるほど。で、他に秘密キーなんかは、なさそうかな。いや、しかし、ほんと、空いたところに作りました感が、えげつない。はい、というわけで、今回この動画はここら辺にしたいと思います。結構内容少なめ、短めでお送りしました。まあ、こんぐらいの方がね、見やすいかと思うんで、全然進んでないんだよな。本当に。はい。まあ、他にやれることはいろいろ見っけてるんですけど、それはまた次回ということで、次回はそうだな、ライフボーンに行きますかね。ライフボーンでシーマスターとかアンギュラーとかをやりたい。まだね、ライセンスじゃない、仕事リストいくつかあるんですよね。このマイニングエンジニアとかミネラル収集、この辺もライフボーンなんですよね。あとこのライセンスでシーマスター、アングラなんて1個しか取ってないですからね。この辺をとりあえずやりたいと思います。ウクレレ早めにウクレレはやりたいですけどね。それはまたアルティエラに行く機会が来てからにしましょう。はい。というわけで、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。投稿結構遅れてしまって申し訳ないです。次回早めにできたらなと思いますが、確約はできないんで、その辺は何卒ご了承願います。はい。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。